テイルズ・オブ・クレストリアの最新情報をお届け。テイルズ・オブ・クレストリア情報局、愛しき仲間と出会う夜。わーすごい、皆さんこんばんは。テイルズ・オブ・クレストリア、彼方ヒューガ役の天崎光平です。よろしくお願いします。どうも。あ、そして、お嘘とわかる嘘はフィクション言うんやで、よう覚えときや。ということで、ユナー Z 役の桜彩音です。あ、出た。よろしくお願いします。お願いします。ユナー、ようこそいらっしゃいました。あ、来ました。はい、バレンタインの聖なるこの夜に、この夜にセントバレンタイン、今日のお召し物はそういうことですか。すごくないですかこれ。チョコ、チョコミント色、あとユナの目の色と着てるものの色の、ここのボルのここがのとこ、あとこのワンピースの名前、はい、罪と罰ワンピースって言うんです。え、嘘。そんなことあります。で、デザイナーさんからお借りしてきました。罪と罰ティーシャツ。いや、もうこの作品にぴったりでしょ。ぴったりですね。そう、なんだそら。俺、僕も罪と罰パーカーほか欲しい。あ、罪と罰シャツをじゃあ今度あげます。あ、もらいます。やった。謎にお揃いになっちゃうけど。そうですね、お揃いちょっと、そうですね、そらす控えたいかもしれないですけども。バレンタインですね。はい、そうですね。どうですか、モテました。いや、ごめんね。ごめんね。いやいや、まあ、あの、大丈夫です。あの今日皆さんと会えたことが僕の最高の、あの、今日そういう作品じゃないから。そういう作品じゃない。そういうのは別のところ。あ、ごめんなさい、すみません。たくさんやってると思うから。はい、癖でやっちゃいました。そうなんですよ、ごめんなさい。あ、じゃあちょっとなんかコメントとか見ますか。皆さんどうですか、こんにちは。これは、はい、なんだっけ、なんとかスコープ、あ、ペリスコープです。ペリスコープと、はい、YouTube のライブでやってるんですよね。やってるんですね。すごいでしょ。どうも皆さん、始まったっていう、あ、罪と罰ワンピースっていう、あ、やっと始まった、お待たせしました皆さん。グッズ化みたいなことも書いてありますけども、はい、今日ね、ちょっといろんなあの情報も出てくると思うので、皆さんコメントとかたくさんしていただけると。そうですね、ありがたいでございます。で、これ、はい、もらったんです。もらったもらった。嘘。貸してもらったんです。あ、貸してもらった。そうなんですよね、あのテイクレ情報局長ということで、第1回から彼女は出てるんですよ。あ、そうなんですね。はい、誰、まあ、僕なんかこのなんか誰かが動かしてました。私のキャラを別の人、はい、私じゃない誰かが動かして動かしてました、はい、結構好き勝手やりました。好き勝手 、はい、やりました、はい、キャラを崩壊させるぐらい好き勝手やってきました。ちょっとこう問題じゃないですか。なので、あの今回からは、あの、はいはい、今回からちゃんと本家の、あ、本家のテイクレ情報局長ということで、そう、かわいいで、はい、遠いですね。ところどころね、ちょっとあの、あ、ちょっと、台本見えちゃった。あ、ちょっと、お召し物、そんな、ダメです。ホームメイドな感じがね。あ、まあいいですね。いいなっていう。温かみがある。温かみがあるんですよ、はい、これ。いいですね。すごい可愛いんですよ。はい、可愛いでございます。欲しいですね。可愛い。グッズ化して。グッズ化して欲しい。かなたヒューガも。あれ、主人公って、主人公ですよ。主人公より先に、なんかすみません。いや、ちょっと、いや、違う、そんな、いや、もう剥がしますよ、僕。え、な、やめなさいよ。剥がしますよ。やめなさいよ、それ。そんなこと言う、自分で剥がすのだけど、人に剥がされるのはちょっと嫌なんで。なるほど、わかりました。失礼しました。はい、はい、というわけでですね、今回第2回目の単独生配信でございます。はい、この番組ではバンダイナムコエンターテインメントがお送りするテイルズオブシリーズのスマートフォン向けアプリゲームの最新作、テイルズオブクレストリアに関する最新情報をお届けしていきます。はい、キャッチコピーは生きる、それが罪だとしても。ジャンル名はですね、うん、愛しき仲間と出会う RPG となっております。はい、こちら今皆さんがご覧になっている6人のメインキャラクターを中心に、うん、オリジナルの重厚なストーリーが展開されます。はい、事前登録はですね、なんともう公式サイト、ツイッター、LINE で受付中となっておりますので、はい、まだ登録されてない方はぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、さて、うん、そんな今回はですね、こんなラインナップでお届けしたいと思います。その1、ありがとうございます。テイクレー Q&A。そしてその2、イージス、ユナ、オーレンの 3D モデルを初公開でございます。そしてその3、バトルシステムの追加情報を最速発表。あ、右がうるさいですけど、ちょっと、その4、天崎光平さん、僕ですね、さくらあやねさん、あ、見てますね、あなたですね。はい、によるなんと生ミニスキット
距離感が結構内向的なんで急にそういうなんかごめんパーソナルスペースをごめんなさいちょっと侵害してごめんその辺ちょっと今日は侵害していきますしていくんかい私の方が先輩だし、ね、頑張って近寄っていこうっていう今日の目標だから、ね、バリクソ後輩なので僕バリクソちょっと頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけでですねまず早速ではございますけどもテイルズオブクレストリア生放送でもちょっとおなじみとなっておるんではないでしょうか。そんなこの方をお呼びしたいと思います。本作のプロデューサーを務めていらっしゃいますバンダイナムコエンターテインメントの田川さん。田川さん、はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。どうもどうもどうも。お願いします。はい、田川さんもおなじみでございますけども、ね、めちゃめちゃいじっていただいて、はい、いやいやいやこんなに作りがいがあることあるみたいな目的通りの活用を、まあ、本当にやる正しい使い方です。ちょっとあの首がまだちょっと座ってらっしゃらない。そうだからちょっと綿をねこうやってこうちょっと頭がしておかないとグラグラしグラグラしちゃうね。ちょっとそこだけあとこうやってやってる時の顔を抜かれるとすごい恥ずかしい、ね、ニヤニヤしながらちょっとそれ嫌ですね。そうそうそうぜひともユナこっちの方抜いていただければなと思います。はい、お願いします。はい、というわけで、なんかねやっていくんですけども、はい、まあ盛りだくさんということでもうちょっと早速始めたいと思うんですけども、はい、まずテイクレ Q&A ということで、はい、いきなり、まあ、新コーナーですけども前回の配信を通してこう皆さんからですね、寄せられた疑問とか要望に、今回ちょっと お答えしていこうかなというふうに思っております。うん、はいはい、前回の配信の後本当皆さんからハッシュタグテイクレ情報局でたくさんのコメントいただきまして、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。で本日はもうズバリいただいたコメントに今日汚く答えちゃおうかなと思ってまして、新しいコーナーとしてボケていただきましたので、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、今回もね前回と同様にですねハッシュタグテイクレ情報局で感想や番組に関するですね、うん、リクエストなどを募集しますので皆さんどしどしコメントをよろしくお願いします。はい、全部見ますんで、はい、本当よろしくお願いします。お願いします。では早速一つ目は、うん、こちらでございます。こちらです。キーキャラクターとしてテイルズオブシリーズの歴代キャラクターの登場は発表されましたが、期待する反面どのような扱いになるのか不安ですといったコメントでございます。なるほど、これも歴代ファンの方ですね。すごい、はい、これ1個目で合ってます。そうですね、順番大丈夫ですか。これジャブがないんで、ね、ジャブ振ってくのやめようかなってすごいですね。いきなり四角からのパンチが来ましたでもズバリに答えてくださる、はい、そうですね、そうですね、せっかくなので今日全部答えちゃおうかなと思いまして、まあ、ズバリシリーズキャラクターの扱いがどうなるか、はい、まあ、ちょっと心配だったり嬉しかったり期待だったり両方ありますということでコメントいただいておりました、はい、でなんでちょっと今日せっかくなので少し踏み込んでご説明できればなと思っております。お願いします。よろしくお願いします。で、テイルズオブシリーズのキャラクターについて今回クレストリアの中でどれくらいのボリューム感で関わってくるのかみたいなのをちょっと関係性と合わせて図にしたものを持ってきてますのでご紹介させてください。まずこれ、これがテイルズオブクレストリアの世界です、はい、この絶対四角いとこね、これが世界なんですね、はい、これが全体図だとした場合、はい、今回この真ん中の矢印がカナタをはじめとするオリジナルキャラクターたちの冒険の物語、いわゆるメインストーリーと呼ばせていただいているものだと思ってください。でここの中で、主人公カナタがこれまで紹介させていただいたメインキャラクターたちと出会い、ゼロから成長していく姿が一本の物語としてもここだけでもしっかり描かれきってまいります。はい、でぶっちゃけ、うん、ここだけでも、うん、結構もうクレストリアの世界は 100% 楽しめちゃうかもしれないぐらいがっつりここがメインシナリオボリュームがあると、はい、立ってるようなイメージになっています。なんかこう通りがかるみたいなイメージですね。ちょっとそうですね。で、うん、それに対してこの外伝のこの子たちですかね、はい、キーキャラクターっていうのをこの矢印でキーキャラクター A と書かせていただいてますが、ここに、通りすがっているのがいわゆるテイルズオブシリーズのキャラクターたちとなっております。で彼らは、この世界に生きる
キャラクターとして時にメインストーリーにこのような形でカナタたちの冒険に通り過ぎていくような形で交差して関わってくるというようなイメージになってまいります。でさらにその後彼らは彼らでそれぞれの目的だったりとか、理由があってこの世界を冒険しておりますので、その先の物語が外伝という形で描かれていきます。なるほど。なのでメインシナリオと合わせてその周辺の出来事である、この世界の出来事である、このキーキャラクターたちの物語を外伝の中で楽しんでいただくことで、このクレストリアの世界を 120%、200%、500% とどんどん楽しむことができるようになっているのが、このシリーズキャラクターの登場するイメージとなっております。今1キャラクター分紹介しましたが、他のキャラクターも別のタイミングでこんな感じですれ違ったりですとか、これも2キャラだけじゃなくていろんなキャラが、まあ全部まとめなんですが、そうですね、乗り換えじゃないですか。なるほど。なんでいろんな物語が交差していく、やっぱりこの世界は大きく広大なので、彼らの冒険がカナタたちの視点だけではなくて、いろんな目線から描かれることで、より深みのある世界観ですとか物語を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。で、外伝のシナリオのボリューム感としましては、やっぱりちょっとこのメインシナリオのカナタたちの冒険があくまで一番大きい太い軸にはなっておりますので、ちょっと読み切り的な1話完結的な物語のようなイメージをしていただけると近いかなと思っております。外伝を見るとこうよりメインが、そうですね、シナリオがより楽しめるっていう、カナタたちの冒険の裏で一体何が起こっていたのかみたいなところがこれで見ていただけるようになってます。これクロスしてるってことは、あ、確かに出会った時にはちょっと大きいイベントがあるとこんなこともあり、なるほど、いろんな物語が交差していくと、これは今までのファンの方も楽しめちゃうし、そうですね、クレストリアはクレストリアで、こうクレストリアから入ったテイルズ初心者の方も楽しめ、そうなってます。なるほど、素晴らしい、盤石です。そうですね、大丈夫、ありがとうございます。怖いもんねえなそう確かに、そうですよね、抜け目がない感じが、抜け目ないですね、素晴らしいでございますけども、ぜひ楽しみにして、はい、ありがとうございました、説明していただきまして、はい、というわけでですね、どんどん他の意見も聞いていきたいと思います、はい、続いての意見はこちらでございます。歴代キャラクターのテイルズ・オブ・クレストリアの独自の設定が、気になりました。ベルベットはなぜミラを憎んでいる、リオンの剣はシャルティエではないの、ルークのセリフの意味は、といったご意見でございます。はい、はい、これ前回のコンセプトムービーの最後でパパパッと発表になったところなんですけれど、はい、やっぱり特にリオンに関する反応とかもすごくたくさんいただきまして、でここがですね、それこそその最後コンセプトムービーのラストでリオンが持ってたあの剣はありましたね、一体何なのかみたいなところは、ちょっとやつと違う、まさに外伝で描かれる今回のオリジナルの部分にもなっておりますので、ちょっとぜひ楽しみにしていただけたらなと思っております。ここあんまり聞いちゃうとね、はい、確かに楽しみが、せっかくの、ね、そうですね、楽しい時間がなくなっちゃうの で、 楽しみに待ってて、でただ一応シリーズのキャラクターたちはやっぱり基本の彼らの考え方ですとか性格については元々、まあ、歴代のお客さんが知ってるような彼らと変わりない姿で登場しますので、はい、そこはぜひ安心して楽しんでいただければと思ってます。で、クレストリアの世界で生きてるからこそ出会うやっぱり問題とか葛藤とか、はい、彼に立ち向かって成長していく様っていうのが描かれていくっていう形になってます。なるほど、じゃあベルベットがこうミラを恨んでいる理由もちゃんとした何かが描かれます。ただ嫌いってだけじゃない、それはそうちょっと生理的に無理なんだよね、急にじゃないんだよね、そうか、楽しみですね、はい、足ですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では続いていきたいと思います、はい、こちらでございます。完全新作なのにどうしてシリーズ歴代キャラクターが出るのでしょうか声テイルズ・オブに触れるのは初めてなのですが、過去作を知らなくてもちゃんと楽しめるのでしょうかという質問です。はい、こちらもご質問いただいてありがとうございます、本当に。これも改めてコンセプトについての振り返りをさせていただきたいかなと思ってまして、はい、あ、スライドありがとうございます。
で今回本作のコンセプトについてはスマートフォンから始める新しいテイルズオブとさせていただいておりまして、初めてテイルズオブを手に取ってくださる方にもきちんと遊んでいただけて、かつテイルズオブクレストリアがこのテイルズオブシリーズに興味を持つきっかけになってもらえるような作品作りを目指しています。はい、なので先ほどご質問いただいたような完全新作として、カナタたちのメインストーリーをしっかりご用意しつつも、今回はなんとシリーズキャラクターたちもその物語の中に登場してくるというちょっと欲張りな仕様にさせていただいた形となっております。なので、初めてでも楽しめますかっていうご質問をいただいてたと思うんですけれど、先ほどまさにさくらさんがおっしゃっていただいたように、カナタたちの冒険と一緒に、ゼロから初めてシリーズキャラとも出会う気持ちで物語楽しんでいただいても全然、あのカナタもシリーズキャラと初めましてなので、はい、全然何の問題もなく楽しんでいただけるかなと思ってますし、むしろここで気になったキャラクターとかがいたらこれをきっかけにぜひ原作といいますか過去作の方もぜひ手伸ばしていただけたらなと思ってます。なるほど、はい、確かに。だから僕はこうあのテイルズシリーズはこう何作かプレイさせていただいて大好きだったんですけども、さくらさんの場合はそう、私は実はテイルズオブシリーズ、もちろんタイトルはもう何度も耳にしたことがあったし、そうなんですよ。でもクレストリアが実は初めて触れるシリーズになるので、でもシナリオ読んでて、そんなにこう違和感に感じることはないというか、むしろなんか新鮮だけど、あ、でもこれきっと知ってる人だったらもっともっと楽しめるんだろうなっていうのは分かるようなシナリオだったなっていうふうに思いますね。まさにそんな感じで、本当に初めて触れる人にも興味持ってもらえるとすごく嬉しいなと思っています。はい、さあ続きましてですね、こういったのも来てるんですよ。はい、ごめんなさい、ちょっと早いです、読み上げますよ。待ってください。コンシューマーでテイルズオブクレストリアを出す予定はありますか？これド直球です、はい、これは僕も知りたいです。まあ、気になる人たくさん、いやこれはもう本当に気になる方、いや、あの本当にこんなコメントをたくさんいただいて、これ私なんかこのシリーズに関わることになってから、はい、スタッフさんとかキャストさんに必ず、はい、あの何で出るのって必ず聞かれてたんですよ。すごいみんな気になるとこなんだなと思って、はいはい、でですね、こちらなんですが、現状ですね、やっぱりクレストリアは家庭用のリリース予定はございません。ですが、ですね、今回の作品なんですけれど、やっぱりクレストリアスマホ向けに開発させていただく新作ということで、むしろこのスマートフォンで楽しんでいただくからこそこの物語のテーマであって、しかもこんな内容になっているっていう、まあ、ちょっとこの先ぜひ読んでいただきたいんですけれど、やっぱりここはスマホならではっていうところを結構しっかり考えた上での、制作にはなってますので、ぜひまずはスマホ媒体でお楽しみいただけると、すごく一番いい形でお客さん届けられるのではないかなと思ってますので、なるほど、ぜひよろしくお願いいたします。お願いございます。あとですね、結構配信日についてもすみません、たくさんご質問いただいておりまして、みたいのは山々なんですが、すみません、本日もまだこの中ではお伝えできない形となっております。すみません、またお伝えできるタイミングになりましたら、いつか出るから。そうですね、はい、出ます出ます、絶対出ますから大丈夫大丈夫、はい、すみません、楽しみ待っていただけたら嬉しいです。続々質問も来てますか。はい、お願いします。けども、じゃ続いていきたいと思います。はい、こちらでございます。タイトルロゴシンプルでかっこいいです。ありがとうございます。いいですね、感想ですね。これわかります。めちゃめちゃありがたいですね。ビジュアルとか映像もですけど、全体的になんかかっこいい。ありがとうございます。スタイリッシュ、スタッフめっちゃ喜びます、ね。はい、すごいかっこいい。はい、あ、一応今ロゴ出していただきましたね。左下に画面に入ってますね。こちらなんですが、やっぱりスマホ向けということで、もちろん若い世代の人たちにも手軽に撮っていただきたいなですとか、まあ、今までのイメージをただ続けていくというよりは新しい新鮮さみたいなのもやっぱり出していきたいなと思いましたのもありまして、まあ、みんなでこねこね試行錯誤した結果、今ロゴについては特に世界観を投影した形でシンプルベースなんですけど、ちょっとよく見ると違和感が残る形といいますか、なかなかこだわりのデザインになってますので、なるほど、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきたいと思います。続いてはこちらでございます。テイルズオブクレストリアのキャラクターを動物に例えるとどのようなイメージでしょうか？
こういうのが一番目の質問じゃないんですね。あの実はこういうのもいっぱいいただいてたんですよ。そうジャブです。これがジャブですよ。だんだんハードルをガンって上げてからこうヒューと可愛いやつ、ね、キュートになっていくっていう。これ気になりますね。はい、気になりますね。これどうですかね。まあでもそうさっき開発メンバーに聞いてたんですけど、はいはい、みんなめちゃくちゃ言い寄るんで、おーそうなんだ参考にはならないと。ならない。あ、そうなんですか。おのおの感じるキャラクターっていうかこう動物が違う、うん。そうですよね。また、まあ、わかんないです。まだあのみんな、はい、イメージ動物って考えた時に、はい、あの外見から入る人もいれば性格で入る人もいるし。そうですよね。カナトね。はい。なんかありますか。あ、皆さんアマちゃんが考えるカナタ。犬じゃないんですか。あ、私も犬のイメージ、ね、いい子だし、はい、ポメラニアン犬種だからやっぱり小型寄りですよね、うん、小型寄りではない感じはします。主人公そう、チワワか、主人公チワワ、うん、間違いないです ね、うん、ですかね。それ以外で出たやつだと、はい、ハムスター。いや、ゆる、ちっちゃいやつ。もうこんなの手のひらサイズになっちゃう。どんどんちっちゃくなっていく。すごいチチチチチチって、すごい一生懸命頑張るみたいな。生きる、それが罪だとしても。罪じゃない、あ、かわいい、かわいい、かわいい、あの、尊さ感じるみたいな。かわいいストーリー。なるほど、ね、ハムストリアですね。ハムストリア、すごい。テイルズオブハムストリア。ハムストリア。それを今週まで出しますか。そっちをなんだ。そっちをハムスター育てるやつ。ユナは何ですか。気になります。ユナどうですかね。ユナでも意外とブレなかったですね。みんな似たようなイメージ。クジャク、お強っ。あれ桜さん的にはクジャクだったんですね。なんかこうバサってやってこうちょっとお色なんかこう華やかで、こうお召し物も綺麗ですもんね。人をこうちょっと惑わすして、いろいろ得るよう、食虫植物。食虫植物。動物じゃなくなった。それは いいのかなみたいな。食べちゃいましたよね。そう、一生懸命生きてるっていう。はい、え、な、あ、でも、結構本当ストレートなんですけど、キツネ。あ、やっぱ、なるほど。まあ、そうだ、そりゃそうだ。確かに。まあ、でも、そりゃそうだ。似てますよね。そうだ。バカすところ。まあ、そうですよね。結局バカす。はい、惑わす、はい。そう、そういうイメージなんです。あとも、見た目もなんとなく。そう言われればこう色合いとかも雰囲気が、はい、知ってるかもしれないですね。ぜひ皆さんもゲーム遊んでいただいて、どんなイメージか、はい、どしどし寄せていただけたらと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ続いていきたいと思います。続いてはこちら、どん、ユナの武器はペンデュラムのように見えますが、うん、何でしょうか。お、やっぱり皆さん武器気になりますね、はい、武器はロマンですからね。はい、これこの後実は 3D モデルご紹介させていただくので、うんうん、はい、ぜひこちらでも確認いただければと思うんですが、一応ですねネタバレしちゃうと、はい、バラ紹介みたいな、プロデューサーさんなんで、はい、あのユナの武器は一応クナイになってまして、指と押せるんですけど、でそこにさらにブラッドシンが糸の形状しているので、うんうん、こう区内に糸をつけて、それをこうシュッと飛ばしたり操ったりっていうのができるので、まあ、確かにペンデュラムっぽく見えたりはしてたかもなとは思うんですけど、一応区内と糸みたいな感じ。なるほど、いいですね。なんかキャラクターに合ってる感じがして面白いですね。ちょっと不思議な、珍しいと言いますか、はい、ね、この後またビジュアルも詳しく見れるってことですね。そうですね、ちょっとねその糸がうまく静止画じゃ伝わらないんで今説明しちゃったんですけど。なるほど、わかりました。後でそれを踏まえて見てみます、はいはい、ください、はいはいはい、じゃあ続いていきたいと思います。こちらでございます。天崎さんがテイルズオブジアビスのことを詳しくて、うん、テイルズオブが好きなのだなと思いました、うん、一番好きなテイルズオブ作品とその理由を教えてください。お、はい、アビス、アビス大好きですね。これ前回すごかったですね、はい、あのガイラルディアガランガル、あ、そうですね、はい、僕ガルディウスまで言ってなかったですけど、ね、ガイラルディアガランで止まってましたけども、はい、ちょっと悔しかったな。あの僕あの TGS の時はあのシンフォニアが好きだって言ってたんですけど、シンフォニアが生まれて初めてあのクリアした RPG ゲームで、本当ですか。でもうあの親に隠れて、親に隠れてちょっとずつクリアして、あ、でもうやっぱ最後は感動して、僕はやっぱりあの、ね、あのお父さんと息子のストーリーをちゃんと見てっていう形で、なるほど、今ルートが皆さんに分かりましたね。はい、あ、そうですね、ルートがあるので、さくらさんに後は解説しますね。あ、お願いします。でもアビスが
やっぱり好きで、その理由がなんですけど、はい、こうあの六人称あの敵キャラクター、いいですね、なんかテイルズのいいところってこうメインのキャラクターたちと、はいはい、その敵になるキャラクターたちとのなんかこの個々のつながりというか、うん、物語がちゃんとストーリーが個々にあって、うん、お互いのそのまあカルマ的なものが、うん、あもうまさにカルマが、まさにカルマが交差し合ってなんか、はい、やるのでこう倒さなきゃいけないんだけど倒していいものなのかみたいなところまでこう深くあの突っ込めるストーリーが僕は大好きで、特にこうアビスは僕の中では結構あのバチッと刺さったというかあのっていうのがあったので、あのレプリカのこの話っていうか、僕は特にあのイオンとシンクのあそこが好きなんですけども、シンク倒せなかったよ、そうなんですよ、セーブで止めたよみたいな、そうなんですよっていうところが好きなので、僕はやっぱアビスですかね。はい、橋も作りましたし、お金いっぱい貯めてとかですかね、はい、ありがとうございますでしょうか、はい、すごいねそうなんです、気づいたらこんな風になっちゃうから、はい、すごいゲーマーなんですよ、ガチゲーマーなんだね、あそうゲーム好きでずっと声優さん多いから、はい、それのきっかけがシンフォニアだったので、僕すごい、もう願ったりかなったりの出演、願ったりかなったり、本当におめでとう、願ったりかなったりでございました、おめでとうですよ、はい、というわけでですね、あのいろいろ質問本当にありがとうございました、皆さんありがとうございます、送っていただきまして、あの今後もね、あの皆さんのご意見ご要望などね、うん、あのこう随時こう見てまたなんか答えられる範囲で答えていけたらなと思っております、はい、はい、というわけでですね、続いていきたいと思います、うん、ここでですね、前回初公開したコンセプトムービーのフルバージョンをもう一度改めて皆さんにご覧いただきたいと思います、こちら海外の方にもたくさん見ていただいているそうで、うん、本当嬉しい限りでございます、うん、ちなみにですね、さくらさんはご覧になられますか。いやもうね、私中田ヤスタカサウンドが大好きなんですよ。もう刺さりに刺さってあ、マジですか。しかも神風動画さんとのコラボって超熱いじゃない。熱いですね、はい、そうなんだ、もう私普通に本当にめっちゃ好きで見てます。ありがとうございます、嬉しい、はい、まあ、じゃあまた改めて、うん、じゃあ今日は3人と皆さんと一緒に見たいと思います。はい、それでは、うん、はい、行きたいと思います。はい、ね、もう行くか、行こう、準備はいいか、いいか、いいぞ、はい、それではまあまちゃんがいいか、あ 僕の準備の時間でした今、まあ、細かくあのまた見ていただけたらなと思います、うん、はい、じゃあ行きますよ、うん、VTR を打つ、たとえそれが罪だとしても罪だとしても、ということで、いかがだったでしょうか。最高かよ、はい、これすご
いですよね。いいですね。わざわざ 3D モデルをドット絵に、はいはい、前半分ですね、落として、はい、描写して途中から 3D モデルに切り替わっていくっていう臨場感、はい、すごい、すごい。また TGS の頃はこの最初の前半のドット絵の部分だけを公開してます、うん、もうすごいよね。また熱いですよ本当に、はい、なんかやっぱり興奮しました。自分の、まだ自分のキャラクターがこういう形で動いてるっていうのを見ると、うん、なんかこれに声を当てるじゃないんですか。あいいね、ちょっと違いますね、それは。いやでもいいよ、いいですかね。なんかただこの 3D モデルはなんか、はい、安高サウンドと合わさると、はい、相乗効果がすごいっていうか、確かにね、はい、それもまたこれ見どころですよね、はい、いいわ。皆さんもね、はい、もしかしたら何度も見ていただいたものかもしれないですけど、うん、より細かく一緒に見れたらなと思って流させていただきました。はい、はい、ありがとうございます、はい、からの、それではおぼちぼちここから初出し情報をやらせていただけたらと思ってます。よろしくお願いします。というわけで、じゃあ早速いければと思ってるんですが、お願いします。今回メインキャラクターの中から、イージス・オーレン・ユナの 3D モデルを初公開させていただければと思ってるんですが、はい、お願いします。誰から見ていきたいですかね。あー、ユナ、ユナ、いや、まあまあまあ、いや、ちょ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 、なんでこう皆さん見てくださってるので、うん、見てくださってるので、皆さんのコメントとかでこう多かった人からこうちょっと紹介してみますか。ユナ、ちょっと皆さんあんまり、あの心を無理して、ちょっとちゃんと考えてくださいね。皆さんコメントお願いします。お願いします。おおおお、あ、ユージス、ユナ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 、出さないですよ。プレストリアンですよ。ユナ、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 どうですかね。ユナも増えてきたな。あ、くそ、ユナ増えてきたか。イージスとユナも、あ、オーレンの気持ち、オーレンも来た。オーレン、ユナ、ユナ、ユナのもう、うわ、もうすげえ、ユナ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 、いやもう皆さんすげえもう大好きですね。わかります。いやもうボーナスタイムみたいなって。ボーナスタイム。じゃあまあまあまあ、ここはまあ、諦めましょう。諦め、嫌みたいな言い方で、いいことですからね。これがミーでございますので、じゃあ、はいはいはい、ね、じゃあ早速、ま、ユナから見てまいりましょう。お願いします。お願いします。どう、どう、お、いい、かわいい、かわいいですね。いい、これこう衣装がすごいな、うん、かわいいですよね。解説を一応、ね、あ、やんわり重ねさせていただいて、はいはい、やんわりお願いします。自由に見ていただいて、はい、このユナというキャラクターは敏腕ジャーナリスト、はい、明るい性格でノリですぐ嘘をつく、うん、独特な方言を用いた辛口が絶えず、適当に見える面もあるが、あのちゃんには刺激が強いんじゃないの。信条である真実の追求のためなら、危険な行為。あれ、なんかすげえ SD キャラが見える。裏影の情報屋としてビシャスに協力している。ブラッド神明はラブ&ライです、うん、そうなんです。これでちょっとごめんなさい、見づらいんですけど、よく見るとクナイ持ってるんですけれど、皆さん見てください。意図はうまく視認できないかもしれない、すいません。でもここに糸があるわけですね。そうですね、攻撃としては基本このようなクナイを使ってやっていきます。それよりこう腕に乗った豊満な豊満な肉がもうね、ちょっとすごいな。これはちょっともう 3D になると、はい、なおさらなんかすごい。そうですね、すごい。これまた船に乗ってるんですよね、きっと。ああ、そうですね、船は揺れますからね。何、これはいかがですか。いや今のは、いや、ちょっと今のは違うか、ね、罪です、今のは罪か。あ、ごめんなさい、裁かれないと断罪の祈りを、はい、言わなきゃな、ビジョンオーブに罪だとしても言わなきゃなと思って。ありがとうございます。どういう、はい、じゃあ続いていきますか。いきましょうか、はい、じゃあ続いては先ほどイージスいきましょう。 お願いします。かっこいい、かっこいい、いいですね。このイージスというキャラクターは火の打ちどころのない美形剣士で、うん、あ、間違えた、美形騎士で、ごめんなさい、ミダスメグール王国の若き騎士団長、正しいことを重んじる清廉潔白な性格ゆえに頭が固いところも、
ビジョンオーブに絶対の信頼を置き、罪人となったカナタたちの前に立ちはだかる、はい、ブラッド神明はフラジャイルハート、かっこいい。これね、絶対女子は 100% 好きだ。本当ですか、よかった。詰まってますよね。もう大好きが、詰まってる、大好きが詰まってる、大好きが詰まってる。もう、うん、これはみんな好きですよ。だってテイルズオブシリーズって女性のファンの方もいらっしゃるじゃないですか。あ、そうですね、本当にもう半々かなぐらい、たくさん、うん、あのどちらの方にも遊んでいただいてますし、うん、こりゃたまんないんじゃないですか。です、ね、いやクレストリア仕掛けてきたなって感じしますね。これ ちょっと ちなみにでもですね、イージスは動物に例えると何ですかねって開発チームに聞いたらね、チワワって出てきたから、ね、チワワがいい。チワワあれおかしいな。チワワはあのチワワやってました。今さんざんかっこいいって言ってくれます、ね、ちょっと分かあるかもしれない。じゃあ僕はハムスターでいいですか。あ、取り合い、あのチワワの取り合い、はい、先輩なんで。あとシベリアンハスキーの子犬みたいな。ああ子犬かわいい、ちっちゃい、ちょうどいいぐらいかもしれない。ちょうどいい感じ。あ、なるほどなるほど、そうですね。今のすごいいいです。いい表現です、ね、いいかもしれないね。すいません、脱線しちゃいました。いえいえ。からのじゃあラスト、はい、いっちゃいましょうかね。はい、お願いします。最後はオーレンでございます。姿勢が悪い。そうですね。そうですね、このオーレンというキャラクターは気さくな性格のくたびれたおじさん。常にやる気がなく、基本的にはダメ人間なので生活能力はない、うん、妻のニーナと10歳になる娘のアウラがいるが、ほとんど妻の働いた金で暮らしている、うん、ブラッド神明はロストファミリーです。お、ブラッド神明がまたちょっとこうかわいそう、みんなに死んで面白いですよね。かわいそうですね。かわいそう、かわいそうだな。どっちが、ね、オーレンのブラッド神明かわいそう。なんかでもあの足めちゃくちゃ長いですね。あ、スタイルがいい、スタイルめっちゃいいと思って、立ち姿がすごい。猫背でこれって相当、あ、確かに頭身高い。身長とかもあの、うん、公式サイト、あ、ツイッター、はい、ツイッターとかで、うん、あの質問とかでいろいろありますけども、そうですね、身長も公開されてますね。公開されてますけども、いや、今 3D になるとみんなもうキューティクルがすごい。キューティクリングもトヤッとキューティクリングがキューティクリングしちゃってますね、うん、トヤッとヤリングしてますね。 あとなんか背景、あ、確かにこれは街並みですね。街並みとかが結構なんか、あ、もうスマホってこんなとこまで来たんだって正直ちょっと見ててグラフィック、そう、ね、思っちゃいました。西洋風の建物、うん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 、ね、いいじゃないですか。これも女子に需要ありますよ。ありがとうございます。おじさん萌えの人今多いですよね。そうなんですよ。全ての需要を受け止められる、うん、プレストリア。すごい。すごい、うん、カナダも好きになってください。主人公はみんな好きです。はい、大丈夫です。主人公やし。主人公でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ございます。はい。ですね、うん、こういろいろ見ていきましたけども、うんうん、ちょっとコメントとか見ますか、皆さんどうでしたか。ソファーから降りちゃった、はい、もう好きすぎて涙出る、すごい、イージスのモデルかっこいいよかっこいいよ よあ、いいですね。うわ、もうすごいっすよ。オーレンさんもかっこいい。おー、シュガンプラスアルビンって書いてある。なんかこうやっぱ皆さんファンの方がいっぱい見てくださってますね。結構あのね、英語のコメントを見受けられるんですよ。ですね、裏切りそうはね。あ、裏切りそう。ちょっと英語のコメントに増えてるんだから今。英語、あ、本当だ。すごい、海外のお客さんも見ていただける。はい、そうですね。すごいよ。なめんなよ、おっさん人気なんだぞ。それはなんだ、おっさんからのコメントなんだ。なるほど。どっちですか、ね、おっさん側の叫びなのか分かんないですけどね。なるほど、いいです。おっさんは裏切る、わかんないよ、わかんないですよ、わかんないですよ、はい、かなたも大好きって、 ありがとうございます。ほら、大好き、喜んでます、かなたも喜んでると思います。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、そしてですね、うん、あのそういえばでございますけども、さくらさんは、うん、先日ユナのシナリオパートの収録をしたそうですね。おー、しました、しました、しました、はい、なんかね、すごい分厚い台本をいただきまして、そうですね、はい、そうなんですよ、もうね、ユナは毎回大変なんですよ。大変ですか、あ、喋り方ですか、もしかして独特の、それでしかない、それでしかない、うん、それしかない、それしかない、うん、いや、まあ、いろいろ大変なんですけど、はい、やっぱ私、東京都出身なんですよ、だから、なるほど、であれ、これ言っていいのかな、オーディションがあったじゃないですか、はいはい、これ、はい、ありましたね、ありましたよね、はい、で、これなぜか受けて、いや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 、いや、まあ、でも確かにこの世界には関西ってないじゃないですか、はいはい、そうですね、
でも関西弁っぽい東の国のどこかの国の言葉みたいな、うん、はいはい、うっすらとしたね、そう感じなんです、はい、ってここ書いてあって資料に、はいはい、あじゃあいっかみたいな、じゃあもう衛星関西弁でこう適当に適度に適度に適当にやったら なんか、はい、もう半年後ぐらいに急にテイルズの台本が来て、はい、え私何の役やるんだろうっていうかテイルズの台本来たなと思って、はい、未だに私はマネージャーからこの役受かりましたって言われてないんですよ。ちょっと大丈夫ですかこれ。マネージャーさん呼んでいただいて。ちょっとちょっと取っちゃいましたよ、取っちゃいましたよ、同じ事務所じゃん、はい、ちょっとさくらさん、うん、僕言われました。嘘でしょえなんで言われなかったんだよ。だから未だに言われてないから、はい、えちょっといや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 、もう信じていいと思いますよ。なんでここにいるんだろう。いやいやいや言うじゃないですから。もう発表もされてますし、さすがに思ってないけど、はい、そうなんかそういう感じで結構テンパりながら収録に臨んだなって、はい、あ本当ですか。本当、いつも方言指導の方が何人かいらっしゃってて、はい、で、まあ、ちょっと本日も実はいらっしゃってるんですけど、なるほど、一回やってもうどうしても聞くに耐えないところだけ直していただいて、はい、そう、そういう感じなんですね。もうだからもうお芝居どころじゃないっす。あ、お芝居で。いやでもなんかこう僕は思う、僕関西の出身なんですよ。大阪出身なんで。もうこういう人おるやん。あ、違う違う。でもなんかこう関西の人に出せないニュアンスが、多分関西人だったら多分正確な関西弁を求められると思うんですけど、多分なんか風とかそのなんか。どこかの方言、異国の方言っていうのを表現するにあたって、多分関西人だとただの関西弁になっちゃうんで、なんかそこのうまいミックスが多分自然にさくらさんの場合はできるってなって、もしかしたら、あ、わかんないですけどね。あの、ありがとう。ありがとうございます。後でチョコあげる。はい、やったー、ありがとうございます。アップありがとうございます。やったよし、やった、頑張ってます。はい、いやもうね、これからそうどんどんね、あの収録も各々、はい、進んでいっておりますし、はい、これからもまだまだ、はい、でもそもそもこの方言って、はい、タワーさんが決めたんですか。いや、あのこれは一応設定書の段階から熊谷純さんに、お越していただいた時から、独特な喋り方っていう設定で独特な喋り方あのなんで別に関西弁ってわけでもないんですよね、はい、独特な喋り方にしたのは何か理由が、はい、これも一応ちゃんと確認してきまして、うんうん、あ、 ありがとうございます。彼女はですね、敏腕ジャーナリストなんですけど、そうですよね、まあ、色気のある服装ですとか、あとはやっぱりその独特な喋り方っていうのも、どっちも半分は情報を引き出しやすいから、もう半分は趣味だそうです。趣味、すごいですね、趣味配分ですね。ユナらしい感じが出てる、うん、この趣味っていう言葉もどこまで信用していいのかっていうミステリアス感が出ますよね。嘘やでって言いそうだから、そうですね、確かに。なんでそのなんだろう、捉えどころのないちょっとのらりくらりはんなりしたところを見せてくるのも、まあユナのキャラらしさと言いますか。そこそこ色仕掛けとかもして、そうですね、男を老若もなんで、まあ、そうですね、なるほど。今の私のこの腕の部分が足だと思っていただけるとこう相当エロいですからね、うん、これ大丈夫ですか。まだ大丈夫ですか。そうですよね、確かにちょっと年齢制限が、いや年齢制限はおそらくないですよね。あ、上局長でそうですね、かかるとちょっと困っちゃいますね。大変ですね。はい、大変でございますけども、あ、かわいい、うん、はい、なるほど、いろいろ聞けましたけども、はい、うん、はい、まあこの、うん、テイルズといえばみたいな話をまた次していきたいと思うんですけども、うんうん、はい、次聞かせていただいてもいいでしょうか、はい、で、今日もう一点、新しい情報としまして、はい、バトルの入り口を少しだけご紹介させていただければと思ってます。お願いします。よろしくお願いします。で、今回なんですけれど、やっぱり動画で一度軽く見ていただけた方がイメージつきやすいかなと思いましたので、はい、今回のここだけの限定動画枠として、本日も1本ご用意させていただきましたので、まずはご覧いただいたらと思いま す、はい、あ、でそうか、ごめんなさい。でこの動画をご紹介させていただく前に、はい、この動画の中にですね、早速とあるシリーズキャラクターが一人登場します、うん、なのでそちらを先にご紹介させてください、うん、先日のシナリオのご紹介の際にもちらっと実は映っていたキャラクターなんですけれど、はい、正式なご紹介は本日初となっております、はい、じゃあ天崎さんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、それでは紹介させていただきます。クレス・アルベイン、
CV は草尾たけしさんでございます。はい、こちらテイルズオブクレストリアの世界ではですね、カナタが住んでいるダーチア村という村で剣術道場を開いている青年でございます。面倒見がよく老若男女問わず、村の人々に頼られる存在で、村周辺の森に住む魔物たちの脅威から村人たちを守っています。そしてですね、なんとカナタの剣術の師匠であり、カナタからはクレス先生と呼ばれています。本物。はい、カナタの師匠なんだね。師匠なんでございます。カナタにとってはもう本当にお世話になっている恩師でございます。そしてですね、まあ、もう皆さんご存知とは思いますけども、テイルズオブシリーズの伝説の初代作品、テイルズオブファンタジアの主人公でございます。めっちゃ重要人物、はい、そうなんですよ、師匠、これはすごい期待できます。ですね、はい、一応補足させていただくとですね、カナタはこのアクレスのいるダーチア村から、まあ、旅立っていくっていう最初の序盤の物語にはなっておりますので、はい、ストーリー上序盤から、クレスとカナタの2人旅をご期待いただくと、ちょっとごめんなさい、まだ、そこはパピーンは特にしないんですけれども、はい、あくまでクレスは、カナタの師匠として登場した後、クレスの外伝シナリオというのもご用意させていただいておりますので、はい、ぜひ、クレスがこの世界でどんな物語を紡いでいくのかというところもお楽しみにしていただいたら嬉しいなと思ってます。じゃあまたこう離れた矢印がこうまた交差する時が来るっていう。そうですね、うんうん、これ楽しみですね、はい、じゃあお待たせしました、いっちゃいますよ。はい、お願いします。お願いします。ここだけのバトルの説明動画をご覧ください。どうぞ。よろしくお願いします、先生。手加減はなしでいくぞ、カナタ。はい、始め。俺がみんなを守ってあげる。切り抜ける。はい、上がれ。おお、天井剣。ねえ先生、あの必殺技、今日は見せてくれるんですか？減るもんじゃないし、いいじゃないですか。わかった。今日は特別だよ。いいかい？一度だけだからね。本当ですか？やった！この一撃で決める！よし、そろそろ引き上げよう。本当に強くなったね、カナタ。ありがとうございます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、なんとなくバトルの流れの雰囲気を感じ取っていただけたかなと思います。クレス師匠がバッチリ教えてくれていましたね、はい、ではですね、改めて順々に説明させていただきます。まずはですね、単性バトルでございます。こちらですね、こちらがバトルの基本的な画面でございます、テイルズオブクレストリアは単性バトルとなっております、気づいてる人も多かったですね。はい、そして
お続いては、戦闘中の行動はですね、コマンドエリアから選択です、はい、戦闘中の行動は画面右下のコマンドエリアから選択します。戦闘は同時に4人まで参加することができ、全員の行動が終わると敵の行動ターンとなります。はい、うん、続いてはですね、通常攻撃よりも強力な術技でございます、通常攻撃の他にもキャラクター前に、強力な術技や奥義を使用することができます。ただし術技を使うとリキャストターンが発生します。例えば、クレスの魔人剣はですね、1回使用すると2ターンの間使えなくなります。はい、そしてキャラクターとエネミーの属性関係、キャラクターとエネミーには属性がありましてですね、有利な属性で攻撃をするとダメージが増加します。属性の有利不利は画面上側のエネミーのアイコンに表示されますよ。はい、表示されてますね、はい、続いてはですね、ヒット数に伴いダメージアップ、ヒット数の増加に伴って相手に与えるダメージがアップしていきます。仲間と連携し術技をうまく使うと、ヒット数を伸ばすことができます。はい、そしてですね、はい、うまくプレイするとオーバーリミッツゲージが蓄積、画面左下の青色のバーがオーバーリミッツゲージです。攻撃をするとオーバーリミッツゲージが溜まります。またですね、オーバーリミッツゲージは通常攻撃や術技を使う以外にも敵の弱点を突く、敵にとどめを刺す、クリティカル発生などの条件を満たすことでさらに多く貯めることができます。はい、こちらですね、はい、そしてですね、そのオーバーリミッツゲージが溜まると非容疑が発動可能になります。オーバーリミッツゲージが溜まるとキャラクターが個別に持つ非容疑を打つことができるんですけども、この非容疑は行動済みのキャラクターであってもいつでも打つことができ、通常攻撃や、術技のみを使うよりもさらにヒット数を伸ばすことができます。はい、うまくオーバーリミッツゲージを貯めて非容疑でヒット数を伸ばし敵に大ダメージを与えましょう。はい、ということでざっと説明してきましたけど、はい、まあ、こんなに早く、こんなに早く迷宮残照剣が見られるとはこもってんね。これはあの、はい、非容疑といって、はい、ヘイルゾーブといえばこれっていうぐらい有名な必殺技みたいなものなんですよ。それは嬉しいね。うん、はい、うん、え、メイク残照剣です。メイク残照剣ですね。はい、わ、はい、かりました。今日はこれ覚えて帰ります。はい、これだけ覚えて帰ってくれば。これはでもいつか私たちもこういうかっこいい技名を、もちろん、かなたという名にも容疑がありますとも。ある。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。こちらもあの時が来たらぜひ見ていただけたらと思いますので、はい、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、というわけで今回も盛りだくさんで、もうね、たくさんの新着情報。佐川さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日の情報については、明日公式サイトでも掲載予定となっておりますので、改めて見ていただけたらと思います。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、この後は冒頭でも少しお伝えしましたが、スペシャルなコーナーを行いたいと思います。そのために準備をいたしますので少々お待ちください。皆さん、お待たせしました。続いてはね、スペシャルコーナーでございます。テイルズオブクレストリア生ミニスキット。うわー、はい、こちらはテイルズオブクレストリアのシナリオを手掛ける熊谷淳さんによる書き下ろしオリジナルシナリオで生ミニスキットをお届けしてみたいと思います。皆さんがですね、こんな作品、そしてこんなキャラクターなんだなとイメージする手助けになればと思っております。もうさー、はい、何ですか、何ですか、方言がさー、方言があれだからさー、方言がみんな、はい、お手柔らかにな
お手柔らかに頼む。お願いします。山ですからね。緊張します。緊張しておりますけども、はい、私もいやちょっとね、うん、何ですか。ごめんなさい、私はちょっとあのお二人を邪魔しないように。まあまあスキットですかね。はけておきますので、はい、はける。あ、気にせず、あのこっちからはけたらいい。よろしくお願いします。そうですね。いやどこにやったか、どこに沈んでいきましたけど、タガさんそっから出てきましたっけ。え、タガさんそんなところに入っちゃったんですか。いいんですか。いいんですか。まあ、ちょタガさんの足がしびれるまで待ちますか。このあ、そのまま1時間ぐらい1時間ぐらい待ちますかな。どうしますか。あ、そういうわけにはいかないので、はいはい、分かりました。ちょっとじゃあタガさんを置いておいて、はい、あの早速いきましょうか。はいはい、はい、じゃあせーのでいきたいと思います。ーせーの、テイルズオブクレストリアオリジナル生ミニスキット。ご本、あ、こんばんは。今から、なんや緊張してはるんか。ふぶやな。もっとシャキシャキしゃべらんと見てくれるお客さんどんどん減ってまうよ。生配信は戦場やさかい。そんなこと言ってもさ、こういうの初めてだし。しゃあないな。ほんなら最初だけうちが助けたるわ。 ありがとうユナ。ほな改めて皆さん、本日はテイルズオブクレストリア情報局にようこそおいでやす。おかげさまでクレストリアは大盛況で、事前登録者数も10億人を突破したっちゅう話や。10億人本当なの。もちろん嘘や。嘘なの。なんでこんな時に嘘つくのさ。なんでって、その方が楽しいやろ。もう、やっぱりユナに任せちゃダメだ。俺がちゃんとやってあげないと。皆さんこんばんは。こうやって直接声を聞いてもらうのは初めてなのかな。俺はカナタ・ヒューガ、テイルズ・オブ・クレストリアの主人公をやらせてもらってます。よろしくね。なんやこのボン、やればできるやないの。はい、ご褒美のアメちゃんや。いらないよっていうか、カナボンって俺のこと。カナタやからカナボンや。覚えやすくてええやろ。そうかな。なんか子供扱いされてる気がするんだけど。気のせいや。それより次はうちの自己紹介やな。うちはユナ、ジャーナリストのユナ・アゼッタや。よろしゅうな。ジャーナリストって俺たちの世界じゃあんまり聞かない言葉だけど、どういう仕事なの。簡単に言うと、真実を追求して報道するお仕事やな。せやからうちは今まで嘘なんてついたことあらへんのや。え、さっき10億人とか嘘ついてた気がするんだけど。分かってへんな、このボン。嘘と分かる嘘はフィクション言うんやで。よう覚えときや。分かるような分からないような。まあまあ細かいことは気にせんとテンポよくいかな。今日はクレストリアの仲間たちのこと、そして世界の仕組みについて見てくれてる皆さんに伝えなあかんからな。クレストリアで恋人同士のうちとカナボンの2人が。早速嘘つかないでよ。恋人じゃないから。せやね。そんなん言うてたらこの子に怒られてまうわ。え、いや、え、別に俺とミゼラはそういうんじゃ。はいはい、紹介よろしゅう。あ、うん、この子はミゼラ、俺の父さんが治めてる修道院に暮らしてる女の子なんだ。確か修道院には他にもぎょうさん子供がおるんやったな。うん、父さんは世界中を旅して恵まれない子供を見つけては引き取って修道院で育ててあげてるんだ。すごく立派な俺の自慢の父さんさ。ミゼラ言うやな。髪の毛も綺麗なピンクで可愛らしゅうて羨ましいわ。だよね、綺麗だよね。前本人に聞いたんやけど、紅生姜をめっちゃお湯で溶かして頭からかぶったらこの髪の毛になった言うてはったわ。え、そんなの俺も初めて聞いたよ。そらせやろ、嘘やもん。嘘なの？またところで、今日はバレンタインやったな。カナボーはこの子からチョコレートもらったんか。え、なんでそんなこと聞くの。だって気になるよ。どうなん？どうなん？それは今日はこの配信のために朝から準備とかいろいろ忙しくて
ミゼラとも話してる時間なくて、だから、もらってないけど。はあ、情けない。そんなんで主人公が務まるんか。チョコレートと主人公は関係ないでしょ。そんなことあらへんよ、知らへんの。テイルズ・オブ・シンフォニアの主人公はんが昔こんな名言を残しはったんや。チョコ一つもらえずに世界再生なんてやれるかよ。そんなセリフがあるの。ないわ、嘘やもん。嘘なの。もうさっきから嘘つきすぎだってば。だってカノボンがいちいち信じるからおもろいんやもん。遊ばれてる。っていうか、そういうユナはどうなのさ。チョコレート誰かにあげたの。もちろんあげたに決まってるよ。え、誰に誰に。多すぎて覚えてへんな。そんなにいっぱいあげたの。男子って単純やから、こういう時にチョコあげとくとすぐ欲しい情報くれはるんや。いわばジャーナリストとしての営業努力やな。この生配信もバンナムさんの偉い人にチョコレートあげたから出してもらえることになったんやで。そうだったの。ま、カナボンとは一味も二味もちゃうってことやな。うち濃い大きい女やさかい。今営業努力って言ってたよね。それは恋とは言わないんじゃ。細かいことはええやないの。ささ、次のお仲間紹介しようか。おお、なんか悪そうでかっこいい人だよ。カナボンとは全然タイプがちゃうな。ビシャスって名前で、この世界ではトガ鬼って呼ばれてるらしいよ。武器は銃だって、かっこいいね。それとこのご立派なおへそからビームを発射して攻撃しはるらしいわ。絶対嘘でしょ。もちろん嘘や。次はえらい男前の登場やな。イージス・アルバって言うんだって。真面目そうでかっこいいね。ほんまはイージスも今日の配信来る予定やったんやけど、トラックいっぱいのチョコレートが届いてもうて、食べるに忙しゅうて来れへんかったらしいわ。男前も大変やな。いないのをいいことに嘘つき放題だね。おお、大人の男の人だよ。オーレン・グランバーグ。おっさんやな。紹介が雑すぎるよ。だってあれやろ、こういうおっさんってどうせ普段はダメダメで、せやけどいざって時はキメキメで、ほんで実は裏の顔があってみたいなパターンなんやろ。ユナ、それ違う作品のおっさんだよ。イメージで語りすぎだってば。こう見えてすごくちゃんとした人かもしれないじゃないか。ないない、だって公式サイトに書いてあるセリフこれやで。わかってるわかってる、来週こそはちゃんと働くからね。早くもダメさ全開やん。そうだけど。ああ、どうしよう、擁護できるポイントが全くない。あうわあ、どうしたの、急に大声出して。あかんわ、もうこんな時間や、うちらもう帰らな。まだ世界の仕組みについて全然説明できてないのに。しゃあないな、ほならうちがかいつまんで話すわ。うちらの世界にはビジョンオーブいうもんがあって、必ず一人一個持つことが義務付けられてるんや。罪を犯した人を見つけた時にはそのビジョンオーブに向かってギュワーンって祈ると、それがグワワワワって広がってあかんって感じになる。つまりそういう世界や。雑、何一つ伝わらないって。ねえやん、詳しくは公式サイト見てくれたらわかるし。身も蓋もないこと言ってるよ。それじゃあ俺たちが来た意味は。およ、もう時間やな。ほんじゃ見てくれた人、おおきに。これからもクレストリアをよろしゅうな。え、終わり？本当に？よろしく、さよなら。はあ、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうでしたか。こう雑にキャラクター立ちを紹介するっていうやつね、はいはい、そうですね。でもそこそこ意味深なセリフがいろいろ確かにそう出てきたので、はい、ね、これはどうなんですかね。どうなんですかね。こうまたでもそれをユナが説明するっていうところがこう本当なのか嘘なのか本当なのかみたいなところですよ、はい、いやありましたけども、はあ、はい、皆さんどうでしたかね。どうでしたか。なんかくさくさくさ面白かったくさみたいな。あと
鉢がいっぱいありますパチパチパチって ありがとうございますありがとうございますそれこそ第1回の時にこう、まあ、テイルズの特番とかでもカナッタのセリフでみたいな感じで話したことはあったんですけど、うん、ちゃんとこうセリフしかも熊谷潤さんの書き下ろしでっていう形で、うん、皆さんの前にお届けするっていうのは PV 以来みたいなことですよね。公式サイトで公開されてるセリフ以外はあんまり世に出てないってことですもんね、まあ、ですよね、うん、なので、まあ、我々も緊張しましたけどもそうこれでこうキャラクターのちょっとこう分かってもらえたかしら分かってもらう気持ちになればなと、ね、いやちょっと待って違うを何ですか なんかさこっから見えてえいやすごいやりやすいなと思ってたんですけどあー高川さん高川さん高川さんともあろうものが黒子のようなことをせんでも、はい、プロデューサーを自ら何もしないいやありがたい大役をいや物分かり良すぎるでしょ気のせいだねなんか出てたと思ったけど気のせいだったみたいです。ああね、そっか。黒子などいない。なるほどじゃあ、まあ、黒子などいなかったということで、はいね、作品の空気感などやって、はい撮ったじゃないですかね、はいというわけでね、これからもこういうような掛け合いがですね、うん、たくさん見られますので、はい本編の方もぜひ楽しみにしてください。大変でした、はい、というわけでですね、本作のプロデューサー兼生スキットの黒子役ちょっとわかんないですけどバンダイナムコエンターテインメントの田川さんでございました。ありがとうございました。情報たくさんありがとうございました。はい、というわけでさくらさん、うん、そろそろエンディングのお時間です。もう終わりか。でも意外と1時間以上喋ってるんです、ね。そうですよね。そうですよね、うん、そうですね。びっくりです。はい、まもなくするくらいになりますけども終わっちゃうわ、はい、なんかもう駆け抜けるように、ね、はい、こう休む間もなくというかこうどんどん情報がたくさんありましたので、はいはい、それに皆さんの声にもこうお聞かせできる、まあ、聞かせていただけることもありましたし、ね、ちょっとごめんなさい、ちょっと生もうちょっとで終わるから分かりました、うん、頑張ります。あれ結構やっぱ体力 ね、 そうですね、使えますからね。動きがこう、動き、そう、アマちゃんはね動きが上手なんだよね。つつ私やっぱちょっと関西弁と芝居に気を取られてると、はい、なかなかこう動かせない、難しいかったですね。ちなみにこれ裏返しても表情が一緒っていう、はい、そうなんです、謎の仕掛けねこれ意味ないもんね。我々ももしかしたらこう、うん、見ながらできるっていう。いやでもさ、ここぐらいまで近づけてくださいって言われたんだよあ、そうか、じゃあもう見えないですね。そうなのよ、不思議だったけどね、はい、まあまあどっちでもいけるという感じでございましたけども、はい、でしたね、はい、じゃあ、今回のその情報、はいはい、たくさんありましたけども、その踏まえた公式サイトがですね、うん、明日更新予定でございますので、こう見逃した、聞き逃したというのであればという方がいらっしゃればですね、ぜひそちらをチェックしていただければなと思います。うん、うん、よろしくお願いします。そしてですね、うん、前回好評いただいたレファレンスキット、うんうん、いわゆる公式資料集的なものですね、うんうん、こちらミゼラとビシャスがなんと追加になります、うんうん、そうなんです、はい、合わせて公開中のカナタも少しレイアウトを調整して更新されるのでぜひチェックしてください。はい、ここにそして、はい、見てください。なんとこういうやつです。あ、出た。あのね、ミゼラ超かわいい。かわいいですね。あ、こうか、あ、いいですね。これさ、嬉しいのはね、うん、はい、キャラクターカラーにここにさ、カラーコードがついてるじゃない。これフォトショップとかで読み取るとこの色が出てくるのよ。どういうことですか、すげえ。こうコードがね、一つ一つ色に振り分けられてるの、はい、6桁。なるほど。そうなの、多分これを入力してもらうと、はい、この色が出ると思います。あ、じゃあこう皆さんこう自分でイラストとかを描くときに助けになるってことですか。です、多分髪色がこの色なんじゃないかな。へえ、すげえ。で、これほら、もう中二心がうずく。出ました、魔法陣。出た、ここから、はい、しかも二重なんです ね、ミゼラ。確かに。いや、かっこいいな。かっこいいですね、これ。これ超かっこいい。そして、うん、あ、ビシャース。ほらほら、キャラクターコード、ほらほら、ほんとだ。これ B33737 ですか。そうなんですよ。でございます。これをすると、このこれはあれかな、コートの内側かな。そうですね違うのかな、そういうわけじゃないのかな。おしゃれは内側からっていうわけではなく、でわけじゃないんだ。じゃないんですね。あ、まあ、謎のカラーが読み込まれます。打ち込んでみたら分かると思います、はい、はい。そして、あ、どん、ブラッドシャン。かっこいいな、これ、はい、武器、資料あると来やすいですね。これだから 3D というかこの各方向からの
角度からの絵が見れてるっていうことですよね、これ、うん、これ素晴らしいですね、これはいいですね、かっこいいな、アビシャス、だからほら、いろんな角度から見られるので、はい、もしちょっとなんか絵描きたいなって思ったら、はい、これを参考にしてもらえるとよかったりするんじゃないですかね、なるほど、はい、はい、というものも追加されるいい、ね、ということですね、はい、ぜひ利用してください、お願いします、はい、よろしくお願いします。これがですね、明日の15日公式サイト更新でございますので、うん、そちらを楽しみに待っていただけると幸いでございます、うん、テイクレ情報局シャープ2についてはですね、うん、番組終了後からすぐにアーカイブをご覧いただけます、うん、ぜひ何度も見返していただけると幸いでございます、うん、よろしくお願いします。そして、まあ、毎度になりますけど事前登録も受付中となっておりますよ。すでに登録してくださった皆さん本当にありがとうございました、うん、こちらですね、20万登録達成すると累計で召喚10回分のチケットがプレゼントとなります。これはいいね、いいですね、これは欲しいよ、はい、番組をねご覧の皆さんも周りにまだ登録してないお友達がいたら、はい、ぜひぜひおすすめしてください、お願いします。そしてプレゼントキャンペーンも実施しています。テイルズオブクレストリアツイッター公式アカウントをフォローしていただき、ハッシュタグテイクレ情報局をつけて投稿してくれた方から抽選で3名様に僕たち2人の直筆サイン入り番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。はい、こちら今これで手元に映っておりますけども、はい、これにサインが入る、後で書きます、お願いします。はい、こちら期間がですね、2月24日日曜日23時59分までですので、うん、ぜひ番組に関する感想要望などと合わせて投稿してください、お願いします。その他最新情報は公式サイトほか公式ツイッター、LINE、そしてインスタグラム等で随時お知らせしていきます。海外の方もですね、英語版の公式サイトと Facebook、Twitter がありますので、ぜひチェックしてください、よろしくお願いします。そういえばね、さっき、はい、ですか、ユナ局長のインスタグラムを見せてもらったんですよ、はい、見ましたか。そう、はい、なんかこの人インスタやってるんですって私はやってないのに。そうですね、私ですらやってないのに、やってないのに、そう、局長はもうやってる、すでにやってる、時代に乗っている、最先端ですね。そう、しかもなぜか、はい、アナログで撮ったポラを読み込んでデジタルに変えて投稿してるっていう謎の逆になんか、逆にアナログ感がすごい出ちゃってる、うん、そうね、アナログなのかデジタルなのか分かんない方法でインスタグラムをやってるそうなので、はい、なるほど、まあ、そこもユナらしいといえばユナらしいんでしょうか。そうですね、はい、はい、というわけですね、今日もその写真を、撮って載せますので、皆さんチェックしてください、うん、よろしくお願いします。はい、というわけで駆け抜けてきましたけども、駆け抜けましたね、はい、さくらさん、はい、今回いろんな初出し情報などありましたけども、いかがだったでしょうか。いや、やっぱり、はい、ゲーム収録って基本的にこう、はい、孤独なブースの中で一人で、そうですね、はい、そう、向き合って関西弁と向き合ってるので、そうですね、はい、まあ、関西弁なのか分かんないんですけど、まあ、風の謎の方言と向き合ってるので、はい、なんかこうやってようやくこう関わって公の場でお客さんがいるっていうことをこう、うん、確認できてホッとしたというか。あ、なるほど。でアマちゃんもいるし、はい、そうですね、そう、なんか一緒にこう作品を作ってる仲間が増えたなっていう気持ちになって、はい、とても嬉しかったので、はい、またお会いできる機会があれば。そうですね、はい、この人ともいらしてください。そうですからね、そう、公式の声でございますからね。そうだから、これは私のものです、はいはい、あ、なるほど他誰にも触らせないと。まあ別にいいです。あ、いいですね。うん、よかった、いいです。あ、そうなんですね。はい、あまちゃんどうでしたか。はい、僕ですか、うん。僕は本当にまあ2回目ということで、うん、前回シャープ1、石川由さんとお届けさせていただきましたけども、うん、まあ情報に関してすごくこう、うん、シャープ1の方でもすごく量たくさん情報を送らせていただいたんですけども、うん、この第2回も、うん、結構やっぱこう僕がやっぱりゲームが好きで、うん、テイルズが好きっていうところもあるんで、気になってた部分をなんかこううまく教えてくれてるというか、バトルについてもかなり僕前回のシャープ1の時に、うん、言ってなかったですけど、めちゃくちゃ気になってたので、今回シャープ2でそれが見れたのがめちゃくちゃ嬉しかったですし、うんうん、あとは単純にやっぱり自分がやっぱり大好きだった作品で、うん、まあ、こうやって役をやらせていただけて、それの番組で関わらせていただいて、こう皆さんとですね、うん、そのゲームを愛してくださってる皆さんと、うん、一緒にこうやって情報共有しながらやり取りできるのが非常に幸せな時間でございました。まあ、ゲームやってたら分かるんですけど、ミニスキットはこういうのが出てくるんですよ、画面に。これを僕がこうやりながらできるっていう、ユナも一緒に動いてますけども、局長も動いてますけども、これができるっていうところもまた僕としてはかなりこう、うん、
良かったなというか、なんかこう心に来るものがありましたので、うん、まあ今後また随時最新情報とかお届けできると思うので、うん、シャープさん以降も、うん、そして、ゲームの配信を楽しみに待っていただければなと思います、うん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。主人公ですからね。そうです。そう、これからも作品を引っ張っていってください。 ね頑張ります。頑張って。はい、というわけでですね、うん、今日の配信はここまでなんでございますけども、うん、さくらさん、実はですね、うん、ちょっとこういう締めの場合にですね、うん、ちょっとお決まりの挨拶がありまして。挨拶。はい、うん、私以前テイルズオブの先輩方に教えていただいたんですけども、うんうん、ぜひ今回さくらさんと一緒にその挨拶をしたいと思うので、うんうん、よろしいですか。わかりました。局長もじゃあ。あ、局長も一緒にお願いします。じゃあ私がですね、ビバというので、うんうん、皆さん、そしてさくらさんと局長と皆さん、うん、テイルズオーブとビバの後につけていただけると幸いでございます。ビジョンオーブとかかってるの？テイルズオーブ、ビジョン、うん、オーブ？え？ってちことじゃないの？田川さん！え、誰もそれを考えてなかった。田川さん！え、私そういうことだと思ってたけど。田川さんはこうしてますけども、うん、でも局長が言ってますからね。局長が言ってんだから、はい、そうです。ビジョンオーブ大丈夫なんですかね、これは。分かんないですけども、分かんないですけど、まあまあ、うん、じゃあそういう気持ちもある方は込めていただいて、うん、はい、ぜひ一緒にやっていただければなと思います、はい、うん、それでは準備よろしいですか。はい、はい、じゃあいきますよ。ビバテイルズオーブ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。